花に自問。1920年頃水原花城は、韓国景気堂水原市にある李氏朝鮮時代の城塞遺跡。水原城、または単に花城とも呼ばれる。18世紀末に、李氏朝鮮第二十二代国王、清祖が老論派の陰謀により押しした父思い痛み生死の墓を、陽州から、水原の剣高支援に移して、その周囲に城壁屋島。 城格や城門を築いて、防護を固めたものが、水原花城である。水原花城は老論を排除して、実学を重視した、清祖の理想都市であり、一時は花城への遷都も検討されたが、水原花城完成直後に、清祖が死亡したため遷都は見送られた。水原花城建築には、1794年から1796年まで2年を、 超える月人37万人の労力が投入された。城壁の長さは5キロメートルを超え、中国から伝わった西洋の建築技術を輸入し、城郭の築造に石材とレンガが併用されている点が特徴的である。東洋と西洋の技術を融合させた設計を行ったのは朝鮮後期の実学者、貞弱洋。これは当時の朝鮮の追起技術。 建築美術の域を集めたものであったが、水原花城を最後として、以降の李朝の築城は衰退した。朝鮮戦争により一部が破壊されたものの、1975年から5年間をかけて、花城城薬儀期という築城記録をもとに修復、復元工事が行われた。現在、城郭内部は市街地化している。追記時に48あった建物のうち、 41カ所が復元されている。1997年、ユネスコの世界遺産に登録された。2006年5月、復元された日照台が放火により一部消失。後に再復元。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。